のミニドラマ、オイルキキちゃんと村山社長のロマンチックモーニング、第18話。社長、失礼します。ああ、キキちゃん。うわ、社長。ん、どうしたのかな。そんな鳩が豆ピストルを食らったような顔して。豆鉄砲です、社長。そうか、それで何をそんなにびっくりしておるんじゃ。だって社長が普通にスーツを着ていらっしゃるから。まさか君はわしがコスプレばかり楽しんでおるバカ社長だなんて思ってはいないだろうね。思ってます。かく、それで社長どうなさったんですか。今ドラマ仁の再放送が行われておるが、わしは感動の嵐に滝の涙を流しておる。今から医者になるのはもう無理じゃが、せめてこれからは社長らしい社長、つまりパーフェクト社長を目指し、世の中の役に立ちたいと思っておるんじゃ。社長。キクちゃん。社長。キクちゃん。社長。キクちゃん。社長、私なんだか感動しました。そうかそうか、わしも自分で感動したわい。じゃあこの勢いでお仕事頑張りましょう。いや、今日はもう疲れたから休もうかの。あんまり完璧を目指すのも良くないからね。さっきと言ってることが違う。頑張らないのも良くない。そこですよね、皆さん。塩梅がね。塩梅が大事。あの、頑張ってる人に頑張れって言っちゃいけないって言うじゃないですか。そうそう。でも私、あの、自分が頑張ってる時に頑張れって言われるのは嬉しいんですよ。でも、あの、頑張りすぎちゃってギリギリの人に言うと確かに良くないっていうのも分かるんです。どうすればいいの、キキちゃん。やっぱり応援されているっていうのが伝われば嬉しいじゃないですか。多分応援されてるんだなって思いますもん ね。逆にね、頑張ってる時に頑張らなくてもいいんだよって言われると、頑張ってるのにってなりますよね。世の中って難しいですね、皆さん、ね、あと気持ちが大事ですよね。やっぱり梅もね、酸っぱすぎると酸っぱーってなるけど、甘すぎると甘ー、これ梅じゃねーみたいになるんで、いい塩梅の梅がいいですよね。梅干しの話ですよ。いや、例えとしてちょっと違うから、ね、それは。そうですか、まあ、まあいいでしょう。頑張っていこうじゃない。行きましょう。ちなみに、今日の、昼からミックスのテーマは〇〇女子だそうです、はい、エンディングで言いそびれました。ゆみちゃんごめんなさい。〇〇女子でお待ちしてます。というわけで、明日も朝から朝から